にちは。自然体のままで売れる私に代わるナチュラルブランディングの村本彩です。今日のテーマはブログやメルマガが書けない、そんな時はこれを意識してみようというテーマでお話ししてみたいなと思います。個人でビジネスする場合はやっぱり常にこう情報発信をして、私はここにまあいるよとかっていうことをまあ伝えていかないことには、ただただこう家にいて、パソコンに向かって何かして発信っていうことをしなければ、こうあなたの存在っていうのをまずは知ってさえもらえないですよね。なのでやっぱり情報発信っていうのは必須だなと思うんですけれども、そうは言ってもなかなか書けないっていうお悩みの方って多いと思います。でその時に大きくまず2つ、その書けない原因っていうのが分かれるかなと思うんですよね。で1つは、物理的な問題で、習慣にできていないということです。でまあ、内容ともかくとして、書くという習慣ですね、がになってないということがもう結構あるんですよね。なので例えば、毎週月曜日と水曜日に書くとか、曜日を決めたりとか、そういう、まあ、決めてやるっていうことを習慣にするだけ、その決めていくっていうことだけでもぐんと習慣化できます。であとは、まあ、この書くときに実際に自分がその行動に対してかかる時間ですね、どれくらいの時間が必要なのかっていうのを把握しておくっていうことです。やっぱりいろんな仕事を個人でやる場合って自分でたくさんいろんなことをやらないといけないので、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないっていう中の一つにこういう発信っていうものがあると思うんですけれども、他のことで忙しいとなかなかその時間を作れないっていうのがあるので、まずまあ決めようっていう、時間をいつやるかっていう決めようっていうのがまあ習慣になるんですけれども、それに対して例えば1時間実際にはかかってたんだけれども、30分でやろうと思って時間を組んでいたらそれはやっぱりできないんですよね。なので実際自分がその一つのアクションをするのに対してどれぐらい時間がかかるのかっていうのを把握しておくということもとっても大事かなと思います。でもう一つは、具体的に、書くネタですね。何を書けばいいのかがわからないっていうことだったりとすると思うんですけれども、実はですねこの2つを一気にやろうとすると結構大変です。書くネタも考えて習慣にするって結構大変なので、私は最初自分が発信を始めた時はあまり書くネタはとにかくもう何でもいい、日記にもいいからとにかく習慣にする、でその習慣にするっていうのを毎日というようなことだとハードル高くなっちゃうので、週に1回できたら OK で、週に2回できたらすごいじゃんっていう感じで、ちょっとずつそのハードルを自分の中で上げていったっていうようなことをしたので、まずはあまりこうネタは関係なく、これから発信される方はまず習慣化するって、ここに重点的にやった方がいいんじゃないかなと思います。それができたら、お客様にっていう質ですね、こっちは、量の問題で、こっちはクオリティになるんですけど、質を上げていくのは後からで、この時に、質を見直す時には書くネタっていうことになると思うんですけれども、そのネタに関していくと、ですね、お客様目線でお客様がどういうことを悩んでいるのかなっていうのを事前に、時間がある時に書き出しておくといいです。それは、どんなことに、悩んでいるのか、今どんな不安があるのか、どんな不満があるのか、どんな願望があるのか、この4つのテーマで書き出してみるといいかなと思います。で、書き出す際には自分のサービスとは直接関係のないようなことでも、書き出してみるっていうのが大事です。例えば、整骨院をされていて、お客様の悩みとしては、まあ、腰痛だったりとか、そういうことで、お店にはいらしてくださるっていう場合に関しても、例えば、旦那さんが子育てにあんまり協力的じゃなくてワンオペ育児に疲れてて不満があるとか、子供が、子供に対してイライラしてしまうことに罪悪感があるのが悩みだとか、
そういうことも、書いておくとより具体的にその人のイメージができますし、そういうことに関連するテーマで書けばそれって、直接的にビジネスに関係ないことでも読者の人から見るとあ、この人すごい分かってくれてるなとか、あ、そういうことも考えてくれる人なんだっていうことですごく信頼関係にもつながります。なので、自分のビジネスにつながらないことも含めて構わないので、これはどん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 書き出してみるということをやっておくといいかなと思います。あとは発信するときに何て思われるかなっていう心理的な抵抗がある方とかもいるかなと思うんですけれども、その場合もこちらお客様の、悩みだったり、こういうお客様が抱えているものに対して、答え解決策を提案していくっていうメッセージを見ると自分がどう思われるかなじゃなくて役に立てるかなっていうそのメッセージになると思うんですよね。そうするとなんかこう雑念が消えるというか、ちょっとでも自分が発信することで役に立ったら嬉しいなっていう感じの、ポジティブな、メッセージになってくるかなと思うので、そういうところを意識してもらえるとこの書けないっていうことに対しても少しずつ、克服していけるんじゃないかなと思います。はい、では今日の動画は以上になります。少しでも役に立ったなと思ったらいいねボタンを押していただけると嬉しいです。私の無料動画プログラムの方ではブランディングについてや集客の仕組み化について詳しく解説してますので、そちらについても合わせて見ていただけると嬉しいです。では今日も最後まで見てくださりありがとうございました。